ニコラス・アンドレス・マルティネスは、アメリカ合衆国、フロリダ州マイアミ出身のプロ野球選手。右ト左打。福岡ソフトバンクホークス所属。2011年の MLB ドラフトで、テキサス・レンジャーズから18巡目指名され契約。ルーキー級アリゾナリーグ・レンジャーズで6試合に登板し、2勝1敗、防御率1.83だった。7月に A-9。 スポケン・インディアンスへ昇格。9試合に登板し、1勝2敗、防御率2.54だった。2012年は、A 級、ヒッコリー・クローダッツで31試合に登板し、8勝6敗、1セーブ、防御率4.83だった。2013年は、A 級マートル・ビーチ・ペリカンツで22試合に、登板し、10勝7敗、防御率2.87だった。 8月に A 級フリスコラフライダーズへ昇格。5試合に登板し、2勝0敗、防御率1.12だった。2014年は A 級フリスコで開幕を迎え、4月5日にレンジャーズとメジャー契約を結んだ。同日のタンパベーレーズ戦で先発起用され、メジャーデビュー。6回を投げ、2本の本塁打を含む4安打3、失点3死球だったが、 勝ち負けはつかなかった。5勝12敗、防御率4.55を記録した。テキサスレンジャーズ時代2015年は24試合中21試合に先発し、防御率3.967勝7敗の成績を残した。吉九1 3はリーグ最多であった。2016年は、当番12試合中5試合で先発し、2勝3敗、防御率5.59の成績を残した。 2017年は、登板した23試合中18試合で、先発として登板し、防御率5.663勝8敗、ホイップ1.37の成績を残した。同年12月1日にノンテンダー FA となった。2018年1月6日に、北海道日本ハムファイターズとの契約合意が発表された。1年契約で年俸2億円プラス出来高、号は、 27。3月31日の埼玉西武ライオンズ戦で先発登板したが6回2失点で敗戦した。なかなか勝ち星に恵まれない中で10勝を挙げチーム3位躍進に大きく貢献した。クライマックスシリーズファーストステージ第2戦目で先発登板し7回を2失点と年投げしチームの逆転勝利を呼び込んだ。オフには メジャー復帰が囁かれたが、チームに残留した。2019年は、3月20日の東京ヤクルトスワローズとの2軍戦で登板したが、試合中に右腕に違和感を覚え、精密検査を受けたところ右前腕屈筋損傷と診断され、その後は8月に2軍で登板を再開するも、左脇腹を痛め、結局この年は1軍登板はなしに終わった。2020年は、 開幕から一軍で先発として投げていたが、抑えを務めていた秋吉良の不調もあり、9月10日の千葉ロッテマリーンズ戦で抑えとして9回に登板し、来日初セーブを挙げた。しかし、シーズン成績は17試合に登板して2勝7敗と、大きく負け越す形となり、この年限りでの対談となった。2021年1月30日。 対談したマット・ムーアに代わる先発投手の候補として、福岡ソフトバンクホークスとの契約合意が発表された。背番号は37。同年5月15日の対北海道日本ハムファイターズ戦に先発して5回に失点で勝利投手となり、2016年8月のブライアン・ウルフ以来パリーグ全6球団勝利を挙げた。7月に1年に延期して開幕した。 東京オリンピックでは野球でアメリカが衆国代表に選出された。日本代表との決勝戦で先発登板し準優勝となった。オーバースローからの4ーシームの最高球速は時速1 5 6トルで平均球速は92.6マイルパワー。また、2ーシームは平均92.2マイルパワー。スライダーは 平均八十五点零マイルパワー。チェンジアップは平均八十五点六マイルパワー。カーブは平均七十九点七マイルパワー。カットボールは平均八十九点二マイルパワーを記録している。二千十七年は予視率二点二六、メジャー通算では三点二を記録している。栗山秀樹は力でねじ伏せるタイプではないが、カーブを含む多彩な休止と、 安定した請求力が魅力であると評している。愛称は、マ、ま、ルちゃん。謙虚で温厚な性格であり、周囲への気配りを欠かさない人物。NPB、ありがとうございます。